終点城崎温泉、城崎温泉です。10時58分に着きます。今、右側に緩やかに流れておりますのが丸山川です。その向こう、山裾には天然記念物の玄武洞があります。ドームの柱や壁は五角から八角の玄武岩が積み重なったように見える洞窟で、西海岸、四海ジオパークの一部にも認定されております。
乗車ありがとうございました。まもなく終点城崎温泉です。3番乗り場に着きます。お出口は右側です。到着の際に左右に揺れますので足元にご注意ください。城崎温泉から先、竹野、薩、芝山方面、普通列車霞行きは着きました。同じホームの向かい側2番乗り場でお待ちください。11時9分に発車いたします。普通列車霞行きは11時9分に2番乗り場から発車いたします。ご案内いたします。城崎温泉は約1300年の歴史を誇る屈指の温泉地です。大谷川沿いに沿って両側には旅館が立ち並び、奈良市の外湯が湯の町の情緒を染めております。温泉街にはロープウェイもあり、中部には重要文化財の指定になっている温泉地があります。またバスで10分のところに山陰海岸、世界ジオパークの一部日和山海岸がございます。今日も JR 西日本特急高速道路1号をご利用くださいましてありがとうございました。またのご利用お待ちしております。お忘れ物、落とし物ないようご用意ください。お出口は右側です。降りの際にはお足元にご注意ください。